しかし祭りですか。それだけ大規模なものになると参加を希望する者も多いでしょう。わしも商人として稼ぎ時なんでしょうね。お、興味あるかね。いや、実はね、俺もこう見えていろいろと悩んでいたんだよ。国として目玉が欲しいなって思っててさ。目玉ですか。そうそう、俺たちの町って保養地にする予定なんだよ。温泉宿とかも用意したし、貴族の接待も可能な旅館や迎賓館もあるんだけどさ、娯楽施設が少ないと思うんだよね。なるほど。いや、しかしですな、美味しい料理とくつろげる空間、保養地としてこれ以上のものは望めますまい。甘いな、ミョルマイル君。それだけではちょっと弱いと思う。もっとこう、みんなが楽しめるような企画が欲しいんだよ。例えばさ、ジュラの森でガイド付きの観光旅行とか、渓流での釣り大会、あとハンティングとかさ。道具は全部貸し出すようにして利用客に楽しんでもらおうかなって。いや、面白そうですな。暇を持て余しておる貴族どもの興味も引くでしょうし、庶民にとっても息抜きになりそうです。他にもみんなが楽しめるような案がないかと思ってね。俺としては今回の開国祭で招待した人たちをリピーターとして何度も呼び寄せたいんだよ。そのためにもいろんな企画を用意して飽きさせないようにしないと。どこまで先を考えておるんだこの人は。いや、イングラシア王国では劇場が人気だとか、歌劇や演劇が日ごとに上演されておるそうです。まあ、他にも闘技場で開催される舞踏大会というのが。おお、あれだろ、勇者正幸というのが大人気って聞いたぞ。そうです、そうです。先行の二つ名を持つ正幸様が舞踏大会の覇者なんですよ。こう見えてわしも大ファンなんです。え、勇者正幸について語りますか、わしに語らせますか。覚悟はできておりますな。おまあ、という感じでして、その剣のひらめきを誰も見たことがないのです。それゆえに閃光と呼ばれておるのですよ。捕らえた獲物との戦いなんぞもあるのですが、勇者のお仲間もまた強くて手に汗握って観戦したものです。ああいう見せ物があれば。おっと、熱中しすぎましたわい。でもまあ、着眼点は面白いかもな。町の区画に空きはあるから歌劇場を用意するのはいい。劇作家になりたいものが生まれるかもしれないし、そうすれば新しい娯楽にもつながる。そして闘技場か。ああ、またなんかあくどいことを考えておるわい。ミョルマイル君。何ですかな。君、舞踏大会には詳しそうだね。はあ。テンペストでも舞踏大会を開催するから、その手配を君に任せたい。待ってくださいよ旦那。そんな重要な話を突然言われても、闘技場はこちらで用意しようじゃないか。君はまず興行に必要な諸々を調べてくれないか。毎回毎回リムルの旦那にはかないませんな。わかりました。不祥子のミョルマイル、誠心誠意頑張らせてもらいましょう。おお、ラミリスの力で地下迷宮ダンジョンを作ってもらおうと思う。そこに魔物を解き放って冒険者がそれに挑む。そうすれば毎日そこそこの人数を呼び寄せられると思うんだ。迷宮?闘技場の地下に。闘技場では新米冒険者への指導なんかも行えるだろうし、回復薬の販売店も出す予定だ。そこでラミリスがダンジョンを運営してくれたら、仕事帰りの冒険者たちが一杯引っ掛ける店なども繁盛しそうだしな。私が。俺たちは冒険者から利益を得て、ラミリスは住む場所と仕事、さらには俺からお小遣いを得られるという寸法だ。ってことはですよ、
ひょっとしてここに迷宮を作って住めるだけじゃなくて立派なお仕事までさせてもらえるって話なの？俺の話を受けてくれるならそうなるな。じゃあさじゃあさ、もしかしてもしかすると無職の引きこもりという現状を打破できる？よかったですわ、ラミレス様。私にもお小遣いをくれるって、それって本当に本当なの？それはマジ。ただしやってみないとどれくらい利益が出るかわからないけどな。必要経費を差し引いて出た利益の2割がお前の取り分ってことでどうよ？それってどのくらいになりそうなのよさ。そうだな、1日1000人程度の冒険者が来るとして、お前の取り分は金貨2枚になればいい方じゃないか。うえー、その敵がもらえるのでありますか？あくまでも予想だし、うまくいくかどうかわからないぞ。なんといっても人が来なきゃ意味がないしな。でもどうせ住み着くつもりだったのならお前に損はないんじゃないの？これで私も大金をゲットできるってわけよ。もう無職だな、貧乏魔王だのとバカにされることもなくなるのね。よっぽどバカにされてたんだろうな。おーい、どこに闘技場を作るか決めなきゃならないんだから戻ってこーい。西門の外、街道の終わりにある広場を拡張して建設しようと思ってるんだが。なんでさ、街の中にも空き地があったよね。あそこは今住人の皆さんが避難生活をしているんだよ。仮設住宅が立ち並んでいるから闘技場の建設はちょっと無理だな。住人の方々を街の外に追いやるわけにもいきませんし、あの場所を開発するのはゲルド様が信徒の建設を終えた後になるかと。それならさ、私の迷宮の中に引っ越ししてもらったらどう？その区画を丸ごと移し替えできるから、そんなに手間はかからないよ。それってどう？住んでいる方々も一緒に移せるんで？ね。迷宮内に移す前に本人から許可をもらわないとダメだね。意思のない物体とかなら、許可なく何でも移せちゃうよ！マジかよ！じゃあさ、住人の皆さん以外の住居や火災道具とかもろもろは、お前の意思で迷宮内に移せるってことか？そうだよ、その通り。すごいな。ぶっちゃけ俺はお前に役立つ能力なんて皆無だと思っていたよ。ひどいじゃないのさ、この最強魔王と恐れられる私に向かって。まあまあ怒るなよラミリスちゃん。それより他に何ができるのか教えてくれ。素晴らしい。それなら一番心配だった安全面も問題ない。素晴らしいよラミリス君。本当？本当に本当？やっぱ私ってすごいやつ？うむ、これで我々の野望は達成されたも同然だ。よろしく頼むぞラミリス君。ええ、任せておいてちょうだい。大船に乗った気でいたらいいよ。大船ね、泥でできてなければいいけどね。おお、ラミリス、息災であったか？師匠、お久しぶりです。もちろん元気でしたよ。今日は世話になるぞ。じゃあご案内しますね。師匠が来たってことは例の話？そう、それそれ。おい、ベルドラ、ちょっと頼みがあるんだがいいか？なんだ、我は忙しいのだが。じゃあ仕方ないな、せっかくお前のための住処を。何？我の住処だと？話を聞こうではないか。実はさ、ラミリスがこの町に引っ越してきてね、闘技場の地下にあいつの迷宮を作ることになったんだ。ほう、ラミリスが？どうせだからこの国の名物となるようなすごいものにしたいと思っているんだよ。ただの迷宮じゃつまらないだろ。それで？必要だと思うんだよ、ダンジョンを滑る王が。王だと？地下100階層にはラミリスの本邸とも言うべき精霊迷宮への扉が据えられる。
となるとその門を守る最強の守護者が必要だと、そうは思わないかね、ヴェルドラ君。なるほど、それを我に任せたいというのだな。ああ、そしてこの大役を引き受けてくれるならもう一つ利点がある。何？お前さ、オーラを解放したがっていただろ、そろそろ限界だとか言っていたよな。な、まさか。そう、なんと迷宮内ではオーラを抑えなくてもいい、本来の竜の姿になっても問題ないんだ。よくぞ来た。歓迎するぞ、虫けらど。暴風竜からは何人たりとも逃げられぬぞ。よくぞ我に声をかけたな、リムルよ。それこそまさしく我にしかできぬ大役だぞ。だってさ、ちょろいだろ。ちょろいわね。これで遠慮なく迷宮の中でオーラを解放してくれるだろう。師匠の放つ高濃度の魔素ならあっという間にダンジョンに魔物を発生させられるもんね。ああ、ヴェルドラに近づけば近づくほど強力な魔物がな。師匠を利用するだなんて悪いやつだね、リムル。いやいや、ラミリスちゃんこそ。してラミリス、ダンジョンの進捗は？今15階層まで増やしたところですよ。この調子ならあと数日で目標の100階層まで達成できるな。階層は勝手に増えるから、出来上がっている階層の内部設定をいじらない？よし、じゃあ先にヴェルドラの部屋を用意するか。なんだ貴様ら、ここを魔王リムル様の支配領域としての牢関か？どけどけ、俺はザクには興味はねえ。クレイマンをぶっ殺して魔王の座を奪おうと思っていたのに、それを邪魔されてイライラしているんだ。無駄な殺しはしねえが、俺の邪魔をする奴には容赦しねえぜ。確かに、これだけエネルギー量に差があるのに誰も死んでいない。無駄な殺しをしないというのは本当みたいだな。だからといって放っておくわけにもいかないか。リムル様、お待ちください。この場は私が出ます。え？ほう、お前が魔王リムルの側近か。親父から聞いていたクレイマンの野郎をぶっ倒した女鬼人だな。面白い、まずは肩慣らしに。兄貴待ってくれよ、魔王は譲るから側近は俺たちにもよこしてくれや。そうでやすよ、おいらも腹が減ってるんで一人くらい欲しいでやんす。こいつら兄弟か。一人一人が覚醒前のクレイマンに匹敵するエネルギー量だ。おそらく父親は魔王。一体誰だ？貴様ら、今はリムル様の謁見式で忙しい。時間がもったいないから三人まとめて相手をしてやろう。は？おいおい、俺たちを舐めているのか？女だから手加減してやろうかと思ったがやめだ。泣かせ、絶対に泣かしてやるぜ。今のは少し腹に響いたでやんす。久しぶりに満腹になれそうでやんすね。無茶だ。自分より大きな力を持つ相手を三人も同時に。ベニマルくん、好きにさせましょう。手加減するなら俺よりもシオンの方が向いてますし。え、やらせるしかないか。ちょっと待った、ここじゃなんだから場所を変えよう。おい女、度胸は買ってやるが、今ならさっきの発言を撤回させてやるぜ。エネルギー量の違いが戦力の決定的差ではないと教えてやろう。ベニマル君、シオンって。ええ、驚きましたね。手加減が上手くなったみたいです。そういう問題じゃねえよ、冗談抜きですごいよ。成長しすぎじゃねえの？すみません、物足りませんでしたか。ではもう少し。
いやいや、もう十分だ。これに懲りたら、もう俺たちに迷惑をかけるなよ。あと、他の魔王はもっとヤバいから、迂闊な真似は慎むように。親父に聞いていた以上の強さだったぜ。兄貴、ってことは魔王リムルは？ああ、もっとすげえってことだ。腹が減ったでやんす。それで、お前たちは誰の差し金だ？はい、俺たちは魔王ダグリュールの息子ですわ。俺は長男のダグラ。次男のリューラです。末っ子のデブラでやんす。ダグリュールの？おいおい、簡単に認めちゃったけど大丈夫なの？はい、実は親父から魔王リムル様の元で修行してこいと命令されましてね。我々がちょっと暴れただけでえらく激怒されちまいまして。追い出されたでやんす。手に負えない息子たちを俺に押し付けるってのか？そんなに親しいわけでもないのに勝手な真似を。でもまあ、恩を売っておくのも悪くないか。わかった。それじゃあお前たちはシオンの元で修行しなさい。シオン、面倒を押し付けてすまないが。たった今、リムル様から任命されたシオンだ。貴様たちのような軟弱者であっても、私にかかれば一流の戦士に育ててみせよう。安心してついてくるがいい。へい、願ってもないことでさ。おや、これからは姉さんの元で精一杯頑張らせてもらう所存です。おいらもでやんす。でもその前に何か食わせてほしいでやんす。うむ、お前たちしっかり私の教えに従うように。はぁ。よろしいのですか？好きにさせておこう。